第16代モートン伯爵ジョージ・ダグラスの肖像が、第16代モートン伯爵ジョージ・ダグラスは、イギリス・スコットランドの貴族。1761年4月3日、スコットランド貴族第15代モートン伯爵ショルと、ダグラスとその妻キャサリンの間の長男として生まれる。1774年9月25日に、父が死去し、第16代モートン伯爵の爵位を継承した。 1784年から1790年にかけては、スコットランド貴族の貴族代表議員として、貴族院に議席を保有した。議員としての所属政党は、トーリー党だった。1790年から1792年にかけて、フリーメイソンのスコットランドグランドロッジのグランドマスターを務めた。1791年8月11日には、 グレートブリテン貴族借位、ローチリーンのダグラス男爵に助せられたため、以降自動的に貴族院議員に列するようになる。1792年から1818 18年にかけて、シャーロット王妃の家政長官を務めた。1820年から1824年にかけては、ロードハイコミッショナーを務める。1827年7月17日に死去。 1814年に、第二代、純男爵サーフランシス・ブラーイコール・ヤードイコール・ブラーの、娘スーザンと結婚していたが、子供はなかった。そのためモートンハクシャク位は、いとこの子にあたるジョージ・ダグラスが継承した。ダグラス男爵くらいの方は、継承資格者なく廃絶した。ありがとうございます。